卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。うちのユーザーの方からもね、卒業式終わりましたっていう連絡をね、たくさんいただいてるんですが、卒業式が終わった後の春休みって普段より長いじゃないですか。なので、この春休みに何をやっといた方がいいですかっていう質問今たくさんいただいてるので、今回そこについて喋っていこうと思います。ちなみにポイントはこちらです。今、下に、休むっていうのと勉強習慣っていう2つトピックが出てると思うんですよ。で、これが大事なの。で、今回ここに喋っていくんだけど、この2つが大事なのは上のね、今抜けてると思うんだけど、上のこいつ、もうこれをもうゲットできてるか、自分の中でちゃんと掴めてるかどうかっていうのがすごく大事になるので、まあ、こいつが目的なの。で、そのために下2つを説明していきますので、よかったらね、最後までお付き合いください。では早速ね、喋っていこうと思います。で、最初に挙げたトピックの休むっていうのと勉強習慣っていうのは特にもう分けずに、もうミックスして喋っていきます。ものすごくこう連動した話になっているので、ただ最初に行くのはまあ勉強習慣の方が分かりやすいですよね。もう単純です。勉強習慣残してください。おそらく、受験をね、こうされた方が多分この動画見てる方は多いと思うんです。まあもちろん、公立小学校から公立中に上がるっていう直前で見てくれてる方もいると思うんですけど、とにかく、毎日何かを勉強するっていう習慣を残しておいてください。もしくは、まだないなっていう方は作ってください。で、ここでポイントになるのが、欲張らないっていう。いいですか？このキーワード大事ですよ。テスト出るからね。欲張らない。覚えておいてください。何かっていうと、たくさんやらなくていいです。いっぱいやってね、毎日何時間も勉強しなきゃ、その習慣つけなきゃっていうのは特に思わなくていいです。もちろん自分の中で例えば毎日3時間ができそうだと、そこにすごく本気のやる気が出ているんだったらもう減らさなくていいからね。3時間のやる気があるのに減らす必要はないんです。大事なのは自分が本気でこれなら続けられるって、周りが少ないとかってああだこうだ言ってくるかもしんないけど、そんなもん無視してしまって、本気で自分ができるぞって思う量を自分と話し合って決めてください。それをやっていくことがすごく大事です。とはいえ、じゃあ実際何やったらいいんですかっていうふうに思う方もいると思うので、まあざっくり参考程度に聞いてほしいんですけど、新しく中学に上がる方、新しく高校に上がる方、もちろん学校のね、数学とか、まあ、理科とか国語とか英語とかわかんないけど、何かの予習をしていくことも間違ってない。いいとは思う。けど、予習はどちらかというとかなり選択肢としては順番が後ろの方です。というのも、予習っていうのは当然全く勉強したことないことを一から自分で勉強しますよね。それって一回例えば授業で聞いた話をできるようにするとはわけが違うんですよ。エネルギーのかかる量が全く違うんですね。で、もちろん最初の 1日目、スタートの時とかはいけると思うんですけど、その多くのエネルギーかかる予習っていう行動を継続するのが結構きついんですよ。だから最初2、3日うまくいくんだけど、4日目、5日目からペースが崩れて、結局やらなくなったっていう子はめちゃくちゃよく聞く話。で、そうなっちゃうと、正直最初の3日間の予習も高校に始まった後、中学が始まった後に残らないんだよね。だから無駄とまで言っちゃうとちょっと失礼かもしれないけど、もったいないと思っちゃうんです。時間としては。だから予習っていう方に行くよりは、中学とか、まあ、高校ですでに勉強したことだね、まあ、小学校とか中学校か、勉強したことの復習というか、定着してるかな、覚えてるかなっていう確認の方がやりやすいし、まあ、有意義になりやすいのかなっていう感覚ではいます。とこんな感じで話してるんですが、新しく中学1年生になる方、もしくは新しく高校1年生になる方、それでも何やったらいいか思いつかない方はもうこれです。英単語やりましょう。英単語が本気でおすすめです。ちなみにご存知の方も多いと思いますが、2021年度つまり来月ね、4月以降、中学校とか高校で勉強する英単語の量って昔より増えるんですよ。そうだから中学に関してはかなり顕著で、今まで載ってた教科書にね、載ってた英単語の量よりかなり増えていきます。やっぱり英語の勉強って単語力ありきなんですよね。単語力があればあるほどかなりスムーズに進みやすくなります。で、例えばこれ英単語やってって言って、どれやったらいいんですかって言われるんで、まあ教科書事前ゲットできないから、書店さん、本屋さんで売ってる英単語の英単語帳みたいのを買って、それを前からやってったらいいよって言うんですよ。でもこれ結構塾講師の時に言われてたことがあって、でもそれ教科書に載ってる順番と違うからもったいなくないですかって言われるんです。つまり何が言いたいかっていうと、単語帳で英単語覚えましたと。でもその英単語覚えたものが出てくるのが、その教科書の後ろの方だったら、もったいなくないって、噛み合ってないじゃんって言われるんですよ。いや、気持ちはめちゃくちゃわかりますよ。
ね、一生懸命覚えたのにすぐ使えないじゃんテストでってなっちゃうんですけど、でも結局覚えるんですよ。どの単語帳を使っても最初から基礎からちゃんとね順番通りになっているので、その順番で覚えて損することは基本的にない。そして英単語力ってあってありすぎて損なものじゃないんですよ。例えば中学生確か1800なんのかな、今度1800語から2000語ぐらいになるんですよ、3年間で覚えるのが。じゃあもしそうやって今からコツコツやっていって中学校3年間で3000語覚えましたと、それを3000語も覚えちゃってマジ1000語無駄にしたわって思う？いや思わないっしょ。ありすぎて損はないんです、英単語力に関しては。なので今のうちから英単語毎日決まった数、毎日5個ずつとか4個ずつとかです、もう1個とか2個でも構わないです。小学校から中学校上がる前ってそんなに簡単に覚えられないんで、本当1日1個とかでもいい。それでも毎日やっぱりコツコツ1個ずつ前に進んでいくことがすごく価値があることなので、もしね何も思いつかないどうしようって思ってる方は英単語おすすめなので、ぜひねあの単語帳を探してみてください。でですよ、これを踏まえた上で休むっていう、これをめちゃくちゃ大事にしてほしいんです。つまり休むっていうのはまあダラダラしても構わないです、正直この時期は。おいおいそれ時間無駄にしすぎじゃねっていう過ごし方をする方もいると思うんですよ。でもいいと思う、特に受験を終わった方、その結果がうまくいったうまくいってない気にしなくていいからね、たまにいるのよ。うまくいかなかった、第一志望受からなかったから、そんな私がダラダラなんかしちゃダメだみたいな、自分の戒めのために今も頑張り続けなきゃって、いや悪くはないかもしれないけど、俺はそれは間違ってると思う。結果が出なかったからとはいえ努力したことに間違いはないんだわ。だからその今そのなんだろう、ここで努力をしてそのね第一志望に行った人を超えていくんだっていうモチベーションならいいんだけど、自分がそのダメだったから、自分がクソだったからみたいな、そのモチベーションとかその解釈で努力をするのはやっぱ違うと思うから、そこはあの住み分けてほしいんですけども、とにかくこの時期は休む、つまり心をリフレッシュさせる手段っていうのを見つけてほしいんです。でテーマとしては分かりやすく言うと本気で休んでください、休む時は。だからダラダラする時間あるじゃん、もうさなんか YouTube ブラーって見たら3時間経っちゃって、うわ3時間も経ってるみたいな、でもそれも自分が本当にリフレッシュするための3時間だったんだと思えるんだったらもうグッドです。ただ3時間見ちゃった後に自己嫌悪になるパターン、うわまたやっちゃったよ、でも私ダメだ本当にって、俺ダメだ本当クズなんだよなみたいな、自分を落とすための休憩は間違ってる、もう失敗です。休憩としてはそこをきっちり掴んでほしい。で毎日コツコツやってねって話をしましたよね。つまり休むっていう、休みながら休む、ちゃんとした休みを取りながらやることはやるっていう、このバランスを整えてほしいんです。さあここまで話して最初のこの右上抜けてましたよね、ここ分かります？何言いたいか。ここに入る言葉はもうメリハリです。メリハリ、まあ、よく聞く言葉ですよね。でメリハリをつけろっていう言葉よく聞くと思うんですよ。でもメリハリをつけるってめちゃくちゃ曖昧なんですよ、表現として。あの A さん、あなたのメリハリのつけ方と B さん、あなたのメリハリの解釈が俺にぴったり合うかって言ったらわからないんだよ。そこはフィットするって保証がないんだよね。だからこの春休み期間何やってほしいかっていうと、まず毎日コツコツ一歩でもいいから前に進む、これはもう絶対です。守って一歩ずつでいいから、いいかい、これはやると。でそのやりながらちゃんとリフレッシュするときはリフレッシュしようぜって、気を抜くときは気を抜こうぜって。でこれさっき自己嫌悪になるって話したよね、3時間のやつでも、やることやってればよくねって解釈をしてほしいの。自分で決めたことはちゃんとやってる、ちゃんと覚えてるね。ちゃんと英単語を5個覚えるって言ったら5個書いたから OK じゃないのよ、自分でテストしてね、ちゃんと5個ちゃんと覚えてたらやることやってんだもん、3時間ダラダラ見ても構わないじゃんっていう風に落ち込みにくくなるの、メリハリがつきやすくなる。だからこの2つをきっちり意識することで、これを意識していくと自動的に多分みんな自身のメリハリに近づけるはずなんだよね。でやっぱそれができるってこの期間なのよ、新しい新生活始まった後もう想像できると思うんだよ、忙しくなるから。中学よりも高校の方が忙しいの、小学校よりも中学の方が忙しいんだって。で新しい人間関係もできるんだよ、いろんなことがある。もしかしたら学校うまくなじめなくてもう勉強どころじゃなくなるかもしれない。でも毎日コツコツやるっていう勉強習慣が残ってたらなんやかんや耐えられるんだ、そこが。だからぜひこの期間でやってください。で最後に保護者の皆さん、もし見てられる方がいたら最後に一つだけお願いしたいことがあります。で自分も子供がいるのでやっぱりできればですよ、できれば1をやるより5をやってほしいわけです。
毎日1個ずつ英単語をやるっていうよりも5個ずつやってくれた方がまあ5倍成長しますからね、いいなと思います、親心としては。けれどもこの期間は特に子どもたちが本気でできるって思ったものに寄り添ってあげてください。保護者の方の思いで、いやいやそれ少なすぎるからっていう言葉 NG にしてください。この期間は子どもたちはいろんなことがあって疲れて、それを休息する期間です、この期間は。なのでそれを踏まえた上で、でもそれでも親御さんのアドバイスが必要になる場面ももちろんありますので、アドバイスはしていただきたいんですけども、子どもが決めたことを例えば否定されたりとか、ちょっとそれは違うと言ってしまったりっていうのはちょっとグッとこらえて、ぜひ一緒に伴走する感じで、一緒に春休み横についてもらって走ってもらえるイメージでいていただけると、子どもにとってもすごくリフレッシュもしやすくなる機会になるかと思いますので、ちょっと生意気で申し訳ないんですけども、よかったらそちらの方を意識して過ごしていただけたら幸いです。ということで、ちょっと長くなりましたが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。以上、ハイチでした。